はい、はい、皆様どうもこんにちは、どうもライバル、こんにちは、どうもこんにちは。で、ちょっと、スピード違反してたかな。あ、こんにちは、どうも。こんにちは、お茶どうも。ペットボトルを溶かしに行ってたんです。ゴミ箱はなかなか見つからなくて、だからゴミ箱を探していろいろ駅の中を回ってたんです。はい、皆さんどうもこんにちは、ただいまより、辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動の始まりです。無言で、はい、おじい、あ、こんにちは、どうも。あ、暑いですよ今。何度ぐらいかな。あ、でもあれ30度ですね。あ、こんにちは、どうも。暑いです。どうですか、今井なんとかでした、どうでした。でもいいと思います。はい。おかしなやつがいた。まあ、それ、今井絵理子はどうでした？来週沖縄に行か、あ、30、そう、温度的にはそんな、実はないんですけど、日差しとやっぱり湿度ですよね。沖縄県は、沖縄は、はい。実は温度の方は大阪の方が逆に多い、高いですよね。8月とか。大阪はオーブンで焼かれる感じですけど、沖縄は割と、ふかしいもんになられるような、石焼き、大阪だと石焼き芋になるような感じがしますね。どっちにしても暑いってこと。どっちにも暑い。僕はふかしいものが好きですね。美味しいからほんわりして味がまろやか。僕はふかしいものが好きなんですよ。でも今放送中。はい、放送中ふかしい。そんなこと言ってふかしいもは好きですね、僕。やっぱりでも大人になったら割とさつまいもって食べなくなるんですよ。なんか意外に。よだつめません。いや、お茶と一緒なんだ。そうだけど、子供の頃はあれにマーガリンべっちゃーってつけて食べてたんです。マーガリン、バターじゃない。貧乏なんで、バターというものが、うちではバター、マーガリンのことバターと出た。で、あと発泡酒のことをビールっていう。うちではビールっていうのは金麦とかああいうことのことをビールっていうんですね。あ、今井絵理子、今井絵理子です。今井絵理子、結局出たんかい。や、見てきたんですよ今。え、行ってる天満の商店街。もうちょっとしたらナビが来ますよ。あ、さっきのやつらそうじゃないですか。あ、今井絵理子関係なんて。あの人自民党なんや。水色の、ああ、今ずっとなんか言っていて、ここにも行ったおじさんがいたので、まあいいや。あれですね、沖縄に行かれた時は、シークワーサージュースと、シークワーサージュースとオリオンビールなどを飲んだらいいと思います。シークワーサージュースは酸っぱいの好きやから全然。ホワイトドアから、ワンパクなんとかっていうところにあるんです。辺野古じゃなくて、もう出てこない。カヌチャの方にあるなんか施設が、道の駅みたいなのがあるんですよ。そこで濃いやつが売ってるから、それ飲んだら美味しいと思います。目が覚めるぐらい美味しかったです。これもう初期化したんですよ。こんな軽い軽い、初期化って1回全部消しちゃうってことですか。だから、まあデータ的にはもうこっちの新しい方に映るんで、これ中身でも大丈夫ですね。だから SD、マイクロ SD カード入ってないですし、こっちに移したっていうから。ほんで、基本的に、それがいらんアプリをどんどん消していくっていう。だから自分でダウンロードしたアプリも6個しか入ってない。あとウィジェット、
あの検索窓とか天気予報とか出る窓みたいなあるじゃないですか、囲いみたいなホームに、あれとかもうほとんど作れないですね。で、あのクリーナーアプリとかあるじゃないですか、なんだっけ、タスクキルとか、あのメモリ解放アプリとかあるじゃないですか。いや、使わない方がいいと思いますね。多分分かってないことがないですね。今のだから検索窓とかが Wii、 これとか、あとこれこれはこの間消した、はいはいはい、もともとブラウザってのが、他のやつも長押しした消せるはずですよ。どんどん消していって、もうほとんどだからツイキャス専用機になって、ツイキャスビュアーもない入ってないですか。残ったままなんですよ。実際はバックグラウンドに移行してるだけなんで、裏側に行ってるんですけど、それは いるからそうしてるんで、アプリがだから、まあ普通にしてたらええってことです。なんで固まるかっていうと、やっぱりあれですよ、あの要はこれ端末の能力以上に仕事をさせてるから、わーってなってる。ということで、あのまあ、やんわりとやるって言うんですね。どうもこんにちは、どうも、そういうわけで始まってます、あの辺野古駅中絶対作らせない大阪行動ですけど、本日の辺野古駅中絶対作らせない大阪行動にかける思いといいますか、何とかありますか。人を犠牲にしてね、知らんぷりはないですよ。はあ、はあははあ、ですね。やっぱ沖縄の人たちを犠牲にして、はあ、はい、いい気持ちになっているのはよくない。はあ、はい、さっきの通り沿いのおっさんとかそうでしょ、はい、おっさんって言ったんですか。おっさんでいいですよ、これ。はい、あれあ、サータンダギを投げつけてみる。投げつけたらダメですね、はい、食べ物やから。食べてる、食べれますからね、まあ、そういうわけだから、どういうわけなんていうかな、まあ、暑いっすね。ちょっとで、今井絵理子はどうでしたか。今井絵理子はスピード子供さんの話をしてる。ああ、なんか手話をしながら、いや頑張ってますじゃなくて、私の国会に待ってね。いや、あんたは あれでしょ、あのでも自民党だったら頑張れないんじゃないかなっていう話なんですね。なんで頑張らなあかんのって話じゃないですか。とりあえずだからあれじゃないですか、ここで頑張れって言ってるんじゃないですか。ここで頑張れじゃないじゃないですか、あんた。あ、こんにちは、ちょっとどうもありがとうございます。今日はこれといって何も言ってないけど、まあ、昔スピードっていうのがあったんですけど、よく覚えてないんですけど、僕もアンドロメディアっていう、映画出てたんですね、作ってたんです、映画、アイドル映画があって、スピードが出てた、主演、竹中直人とか出てたような気がする、意外に面白かったような気がする、あのテレビでやってた、そういうことですよ。アンドロ、
はい、あのプールとか、プールとか、どうもよろしくお願いしますと。何がよろしくないのかと。お疲れさんですと。そういうわけで、どうも、ただいまレイコさんでした。でね、でねっていうか、あ、そうや、これ充電しなければ。暑いですね、しかしは。あ、そう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 、落ちて、すいません、すいません。あれ、あれ。暑いですね、暑いですね。はい、暑い。暑いです。そして考えてみていただきたいと思います。はい、また。
開催されてます。どうもありがとうございます。ございますね。本日も、皆さんご視聴していただいております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あそこの照明してるですね。いや暑いですね本当に。本当に暑いですね。621回目となりますよね。残り機種絶対使わせないおじさんコールなんですけど、このようにですね、本日もえらい暑い中、このように皆さん、チラシの後から配布および、署名とかの、署名などもあれです集まってるですとか、もうちょっとなんかロレスが回らないが暑いです。暑いですね特に暑いですね。あ、ここ風が吹く、涼しい。ここ風が来ましたね。あ、なんかここだけなんか微妙に風が吹く。あそこの丸ビルの温度は30度って書いてるんですけど、もっと高いと思うんですけどね。気象付近はえらい暑いはずです。できる限り日陰に佇みたいなーなんて思ってありますけど、大阪維新の会のチラシが飛んできましたね。ここに置いときも。あ、なんか見たことがある人の顔が映ってましたね。まあいいや。踏みつけていいですか。はい。キックキックっていう感じでここにありますけど、なんかで飛んできたんですよ、どっからかでも。オリオンビールが飲みたいな。でも今ビール飲んだらやばいような気がするんですよ。ひっくり返そうな気がするんですけど、やっぱりあれですよね、かき氷が食べたい。かき氷が、でもかき氷な、まあでもかき氷も高いですかね。ひんやり、
ですね、本当に今日は一日長い汗でいったがクイズ、この屋根があるかも涼しいかなと思うんですけど、これから、8月とかどんな風になるかなと思って、いや思い出やられるんですけど、ここは涼しいですね、あの風が吹いてくるんで、もうスマートフォンっていうのになってから今まで4年目ぐらいなんですけど、もうすぐ、今年の10月で4年目になるんですけど、先ほども言ったようにあの 今の今まで、なんですか、あのアプリキャッシュとか、メモリ解放アプリとかがすごい重要やと僕思ってたんですけど、あれっていうのはあんまりだから触らない方が実は良かったってことなんですよね。バックグラウンドになんでアプリが存在するかって言ったら、それが必要だから存在してる。ああどうもこんにちは、どうも。ただ再起動とかは割と必要と言われましたけど、それでも1週間に1遍とか1ヶ月に1遍ぐらいでいいらしいですけど、僕は携帯電話がなんかえらい熱くなってきたりとか、暴走が始まってる、暴走モードになってる時とかはやりますね、ことにしてます。でも毎それも 毎日とか1時間に1回とかやると結構効果になると思うので、暑いぐらいかもしれない。でも湿度とか日差しですよね。まあでも北の方、辺野古の方には割と夜になって風がまあマシかなと。暑い。1日5回ぐらいシャワー浴びな。大丈夫。
あ、今これ大丈夫ですもん。冷えピタハットか。これはあの自主性を持ってます。配信専用。これ配信専用の追加専用ですね。今江理子さんは目を覚ましてください。暑いです。風が流れあるよね。よかった。暑いですね。暑い暑いって言い過ぎていいか、こっちに日陰にちょっと移動します。日陰に移動して暑いすぎるので。めちゃくちゃ暑いですね。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。どうも。すごい、すごい人が並んできたんですね。バスのお客さんですね。毎日、危険説を止めるために地道な活動が今日も続いております。今、前の駅のバスなんで、辺野古からさらにバスで1時間以上北に行ったところに高江というところがあります。この高江にオスプレイの水盤の基地といいますか、お客陸基地が新たに作られようとしております。その場所でもオスプレイはいらない、お客さんがどん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 バスが来ない。高江の森ではこの
バスが来ましたね。ちょっとあの、まあ、バスのお客さんが乗っていくんで、暑さのような印象を与えていますが、沖縄は戦後71年間一日たりとして安らかな日はありませんでした。コスプレを飛ばし、基地建設を進め、辺野古の美しい珊瑚の浜では毎日毎日戦車が走り回り、アメリカ軍の防空訓練があって、ための訓練が当たり前のように起きております。私たちは皆様に訴えます。これ以上沖縄に犠牲を押し付けないでください。沖縄の人たちも私たちと同じように静かな暮らしを望んでおられます。子どもたち、孫たち、その次の世代が静かに生きる島を望んでおられます。にもかかわらず、安倍政権は沖縄辺野古にしか新しい黙っていたら一体どうなる。
一緒に考えていこうというその時代でございます。大変美しい。
Thank you.
大きな大きな
社法年
大阪の娘よ。
ついエビ釣りメジロトニング、ヤンバルヤヤンバルヤ、めぐる思いのふるさとよ、ヤンバルヤ。
そろそろ出番ですよ。Thank you.
Thank you.
の、辺野古駅中絶対作らせない大阪こと以上で配信の方は終わります。どうもご視聴どうもありがとうございました。